これ美味しそうだよね。これ注文しようね。すみませんって韓国語でなんだっけ？すみませんは韓国語でみやなみだだよ。ありがとう。みやなみだ、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 みやなみだ。ね、もがよ。あれ？韓国ではすみませんって使わないのかな？여러분안녕하세요한국어강사이경아입니다今日は韓国旅行を計画中の方々に特に役立つ韓国語をお届けいたします。皆さん韓国旅行に行った時特に楽しみなのは何ですか？なんといっても病みつきになる韓国グルメですよね。でもお店に入ったらどんな韓国語で話しかけられるか心配だったり、店員さんを呼びたいんだけど全然振り向いてくれなかったりという経験がある方もいらっしゃいますよね。注文をする時もメニューを指さすだけで終わらせてしまい、本当はもっと違う料理を試したかった、おすすめ料理を直接聞いてみたかった、そんな経験一度や二度ではないはずです。ハングルが読めるのと韓国語が使えるのが違うように、メニューを読むことはできても実際に注文するのが難しいという声を数多く聞きます。また、あれ、スプーンとお箸がない、頼んでないのになんでこんなに出てくるの、飲食店に休み時間なんてあるの、など日本人なら驚くような韓国文化を目の当たりにした方もいるはずです。そこで今日は初めての韓国旅行でも困らないようにお店に入るところから店員さんの呼び方、注文の仕方、お店を出るところまで食堂で使える韓国語フレーズを一気にご紹介します。韓国ならではの食堂の文化などもご紹介するので韓国旅行の楽しみが増えるはずです。今日の動画を通じて韓国のお店でも堂々と注文してくださいね。その前に、コリアンテナの YouTube チャンネルでは韓国語学習者が知りたかった、欲しかった動画を随時投稿中です。まずはチャンネル登録を押した後に続きをご覧ください。日本にずっと住んでいる韓国人としては、なんといっても本場の韓国料理を食べるのが一番の楽しみです。この間韓国に出張に行った際にも、お腹をペコペコに空かせてお店を物色していたら、お店の前に記念しがにみだと書いてあって困ったことがありました。お店によっても異なりますが、韓国ではだいたい2時3時から5時までの間に休憩時間を設けています。その時間になると従業員が食事を済ませたり、夜の営業時間のために買い出しに行ったりするそうです。だからその時間に食事ができるお店を探すのは大変です。私も休憩時間のことをすっかり忘れて、お腹をグーグー鳴らしながらお店を探した思い出があります。でもアットホームな食堂だと休憩時間であっても入れてくれる場合がありますので、急ぎの場合は지금식사돼요、지금영업해요などと尋ねてみるのもいいかもしれません。日本のレストランや食堂ではすみませんと店員さんを呼びますが、韓国ではすみませんで店員さんが逆にびっくりするかもしれません。というのも、すみませんという意味であるみやなみだはただの謝罪の言葉になってしまうからです。すみませんという言葉で人を呼ぶのは日本特有の呼び方なのです。もちろん手を挙げるだけでも店員さんが見つけてくださる場合もありますが、大繁盛の人気店などは気づいてもらえない場合も多々あります。なので店員さんを呼べる韓国語フレーズは知っておいた方がいいかもしれません。そして韓国の食堂に行くと店員さんがスプーンやお箸をくれない時があります。だからといって卓上にあるわけでもない、え、忘れちゃったのかな、声をかけないといけないのかなと戸惑う方も多いはずです。そんな時はまずは食卓の横に引き出しがあるかを確認しましょう。ほとんどの韓国の食堂では横に引き出しがついている食卓を導入しています。引き出しの中にはスプーンやお箸、ティッシュなどがあるはずです。また韓国の食堂やレストランで料理が出てくると、あれ、これ頼んだ覚えないです
となったことはありませんか？日本ではおかず一品一品を自分で頼む必要がありますが、韓国では基本的におかずがいくつも無料で出てくるのが一般的です。私も今ではすっかり日本に慣れているので、久しぶりに韓国に行くと、これも無料なの？これは頼んでないんですけど、とついつい驚くことがあります。初めて韓国旅行に行った方は、お通しがこんなに出てきて一体いくら請求されるの？と心配になった方もいらっしゃるみたいですが、韓国では基本的にお通しという概念はありませんのでご安心ください。日本ではメイン料理として出てくるチゲやチヂミなどが無料のおかずとして出てくる場合もありますので、なんだかちょっと得した気分になるかもしれません。ではまずはお店に入る時の韓国語フレーズをご紹介します。어서오세요。この場合は歓迎の意味の어서を使ってますね。어서は最速の意味で、早くっていう意味もあるけど、歓迎の意味でようこそっていう意味もありますよね。自分の家に誰かを招待した場合、その人が訪問した時、어서오세요って言っても大丈夫ですね。じゃあ次は、몇분이세요。分っていうのは、명の敬語になります。몇명이세요でもいいけど、お客さんなので、分っていう敬語を使ってますよね。日本語では、何名様でしょうかっていう意味ですね。会話文を見てみましょう。어서오세요。몇분이세요って聞かれると、두명이요。二人ですってことですね。비어있는데앉아주세요。日本では、ここに座ってくださいとか、指定される場合が多いんですけど、韓国では、비어있는데앉아주세요っていう場合が多いですね。じゃあ、비다っていうのは、空くっていう意味じゃないですか。비어있는데っていうのは、空いているところにっていう意味ですね。앉아주세요っていうのは、座ってくださいっていう意味ですね。すごい人気店とかは予約しなきゃいけないところもありますよね。じゃあその場合は店に入ると、예약하셨어요、予約されましたかと聞かれる場合もありますね。会話文を見てみましょう。어서오세요。예약하셨어요。아니요。まあいいえってことですね。1시간정도기다리셔야하는데괜찮으세요。1時間、1時間ですね。정도は、ほどとかぐらいっていう意味ですね。기다리셔야하는데、待ちますが、괜찮으세요、大丈夫でしょうかですね。次は、店員さんを呼ぶ時の韓国語フレーズです。もうすでに知っている方も多いと思いますね。どう言いますか？저기요、もしくは、여기요でもいいですね。저기요、여기주문할게요。すみません。여기、ここ、주문할게요。って言うと、注文しますってことですね。을게は、自分の意思の表現。自分の意見を言うとき、을게요になりますね。なので、주문할게요になります。メニューが見当たらないときは、여기요、メニュー판좀주세요。저기요は、店だけではなく、道端で声をかけたい場合、すみませんとして使うこともできますね。여기요は不自然なので、気をつけてくださいね。저기요、지갑떨어뜨리셨어요。저기요、すみません。지갑、財布、떨어뜨리다は落とすってことですね。떨어뜨리셨어요とか言うと、財布落としましたよっていう意味ですね。사장님、社長さんっていう意味なんですけど、最近は店員さんを呼ぶときよく使いますよね。相手が社長だろうが、店員さんだろうが、相手を持ち上げる呼び方として、사장님をよく使いますね。明らかにアルバイトの店員でも、사장님と呼びかけるときもあります。사장님、이거얼마예요？사장님、여기1인분추가요。1인분っていうのは、一人前ってことですね。一人前追加ですってことですね。次は、おんにですね。じゃあ、おんにはお姉さんっていう意味じゃないですか。しかし、店で注文するときもよく使いますね。これは親近感が湧く呼び方ではありますが、慣れ慣れしく感じる方もいるため、使い方には注意が必要ですね。おんに、이거더주세요って言うと、더주세요はもっとですけど、韓国では出てくるおかずはおかわりができるのでおかわりくださいっていう意味で使いますね。それから、언니불판갈아주세요。불판っていうのは焼肉食べる時の網のことですね。갈아주세요で、갈다っていうのは交換っていう意味なので、언니불판갈아주세요っていうと、姉さん網交換お願いしますっていう意味ですね。次は、이모님。じゃあ、이모님は親戚のおばさんのことを이모님
って言いますよね。アットホームな食堂では親しみを込めてイモニンと店員さんを呼ぶ時もありますね。昔よく使ってたアジュンマはストレートな表現で少々気分を害する可能性もありますね。なのでイモニンの方がいいと思いますね。じゃあ仲がいい場合、イモニン、저희또왔어요。おばさん、私たちまた来ましたってことですね。芋、いご、너무맛있어요。にんを抜いて使うと、もっと親しい関係だという、そういう感じがしますね。おばさん、これ、すごく美味しいですっていう意味ですね。じゃあ次は、男性の場合。店員さんが男性の場合は、삼촌。親戚のおじさんを삼촌って言うけど、男の店員さんを呼ぶとき、こういう風によく使いますね。삼촌、물주세요。おじさん、水くださいっていう意味ですね。삼촌、물주세요。次は注文の時よく使う韓国語フレーズです。くださいっていう意味の주세요ですね。じゃあ料理を頼む時の一番一般的なフレーズになりますね。주세요の前に自分が注文したいメニューの名前と数を入れると店員さんにすぐ伝わるはずですね。불고기2인분주세요。불고기は何ですか？불고기を焼肉だと思っている方も結構いますよね。불고기は잡채みたいに料理名の一つです。だから料理の一つになります。焼肉の意味ではないです。불고기2인분주세요。불고기っていう料理を2人前ください。ね、저기요사이다한병주세요。저기요って言うとすみませんですね。사이다한병주세요。사이다一本ください。이거、じゃこれっていう意味ですね。もともとはいい것、パッチムの使用が入るけど、会話の時はこのパッチムを抜いてよく使いますね。メニュー表に載っているハングルがなかなか読めなかったり、読むのが恥ずかしいという方は、이거、이거、これだけでもいいですね。이거3인분주세요。これ3人前ください。이거랑이거하나씩주세요。랑っていうのはとっていう意味ですね。なので、これとこれ一つずつ、하나씩、씩はずつっていう意味ですね。一つずつください。하나씩주세요になりますね。日本でもおすすめは何ですかっていう表現あるじゃないですか。じゃあ韓国でもよく使います。メニュー추천좀해주세요とか、추천メニューが뭐예요、こういう風に言うと、おすすめのメニューは何ですかっていう意味ですね。それから、제일잘나가는게뭐예요、잘나가다っていうと、人気がある、よく売れるっていう意味なんですね。だから一番よく売れるのは何ですかっていう質問では、제일잘나가는게뭐예요。若者がよく行くインスタ映えするようなおしゃれな店やカフェなどでは、その店を代用するメニューが存在しますよね。その時は、여기シグニチャーメニューが뭐예요？こういう風に聞く場合もありますね。じゃあ会話文の例を見てみましょう。뭐드릴까요？何にされますか？ですね。추천メニューが뭐예요？おすすめは何ですか？다맛있는데칼국수가제일잘나가요。다맛있는데、全部美味しいですが、칼국수が、칼국수が一番よく売れますですね。칼국수って皆さん食べたことありますか？私の大好物ですが、해물칼국수というのがあって、海産物がいっぱい乗っているうどんみたいな、そんな感じの、メニューになりますね。그럼그거주세요。ではそれくださいになります。더필요한거없어요？他に必要なものはないですかってことですね。会話文を見てみましょう。돼지갈비3인분주세요。豚ガルビ3人前ください。돼지갈비3인분이요。더필요한거없어요？もっと必要なものはないですか？他に必要なものはないですか？맥주한병주세요。ビール1本ください。그렇게주세요。そのようにくださいってことですね。日本では何かを注文して以上ですという時もあるじゃないですか。以上を直訳すると以上입니다になりますけど、注文して最後に以上ですっていう時はちょっと不自然になりますよね。그렇게주세요でいいですね。우선그렇게주세요。まずはとか、とりあえずそのようにください。우선그것만주문할게요。まずはそれだけ注文します。その他、お店で使える韓国語フレーズです。이반찬더주세요。반찬はおかずですよね。더はもっとっていう意味です。このおかずもっとくださいっていうのは、おかわりくださいっていう意味ですね。
韓国のほとんどのお店ではナムルとかキムチなどはおかわりが無料になりますね。しかしおかずのおかわりはセルフサービスになっている場合もありますので、お店の中にセルフコーナーがあるか探してみるのもいいかもしれませんね。앞접시주세요。앞접시、取り皿っていう意味ですね。앞は何ですか？前じゃないですか。だから自分の前に置いて食べるお皿ってことですね。앞접시。이건어떻게먹는거예요？まあ、初めて頼んだ料理で、ちょっとどういう風に食べるか、食べ方がわからない場合は、こういう風に店員さんに聞いても大丈夫ですね。이건、これは、어떻게먹는거예요？どうやって食べるのですか？아직안나왔어요。まだ出てきてません。じゃあ、日本ではずっと待つ人多いじゃないですか。でも、韓国人はせっかちなんですよ。早く出てこないと、여기아직안나왔는데요。よく使いますね。じゃ皆さんも使っていいですよ。아직っていうのはまだですね。안は否定の意味じゃないですか。なおだは出てくるっていう意味ですね。まだ出てきてません。頼んだ料理がまだですけどっていう意味なんですよね。また、얼마나기다리면될까요？とか、どれぐらい待てばいいですか？とか、언제쯤에나올까요？とか、いつぐらいに出てきますか？とか、そういうふうに聞いても全然失礼ではないです。じゃあ、会話文を見てみましょう。저희냉면시켰는데아직안나왔어요。冷麺頼んだんですが、まだ出てきてません。바로나갑니다。すぐ出ます。조금만기다려주세요。少々お待ちください。얼마나기다리면될까요？どれぐらい待てばいいですか？食べてちょっと残った場合、もったいないじゃないですか。韓国では、이거、포장해주세요って言いますね。포장っていうと、包装ってことですね。なんか、包むってことです。なので、直訳だと、これ、包装してくださいっていう意味なんですよね。それが、お持ち帰りお願いしますっていう意味になりますね。また、一回聞いてから言っても大丈夫ですね。남은건포장해주실수있나요？남은건っていうのは、残ったものってことですね。포장해주실수있나요？お持ち帰りできますかってことですね。次は、会計の時に使える韓国語です。계산해주세요。じゃあ、計算って言うと、計算ってことなんですよね。じゃあ、それが会計ってことですよね。じゃあ、例を見てみましょう。여기계산좀할게요。すいません、お会計お願いします。カード로계산해주세요。じゃあ、クレジットカードで会計お願いしますっていう意味ですね。最近はクレジットカードとか、電子マネーを使う人も多いので、あまりレシートを必要でない人が多いですよね。こういうことをよく聞かれます。영수증필요하세요？じゃあ、영수증って言うと、レシートってことですね。必要な場合は、영수증주세요って言えばいいですけど、最近は何も言わないと、レシートをいただけない場合もありますね。次は、お店を出るときに使える韓国語です。안녕히계세요。じゃあ、さようならっていう意味ですね。去る川が残っている人に使う挨拶の言葉になりますね。次は、잘먹었습니다。じゃあ、ごちそうさまでした。ってことですね。잘먹었습니다。じゃあ、いただきますは何ですか？잘먹겠습니다。その時は、げっが入りますね。あ、ごちそうさまでした。っていう時は、過去形のおっが入りますね。잘먹었습니다。수고하세요。疲れ様です。すがせよもよく使いますね。とおけよ、また来ますっていう意味ですね。ここで皆さんにお知らせです。すでに多くの方にご登録していただいている公式 LINE では、日頃からの感謝の気持ちを込めて、韓国語教室が監修した特典テキストを無料配布しています。すでに3000人以上が受け取っている初級文法125選。レッスン感覚で楽しめる初級動詞形容詞50選、韓国語を耳に慣れさせる聞き流しスクリプト、すべての特典が YouTube 動画と連動しているので、韓国語教室に通っている感覚で楽しめます。期間限定の特典ですので、削除される前に必ずお受け取りください。さらに自分に合っている学習方法がわかる学習タイプ診断、今までの動画の内容を文字で読めちゃうポリアンテナメディア、年に数回しか募集しない限定グループレッスン、自分の韓国語の実力を試せる韓国語クイズ、このすべてが LINE 登録一つで楽しめちゃうので、今すぐゲットしてください。皆さんお疲れ様でした。今日ご紹介した韓国語フレーズはちゃんと使いそうですか？次の韓国語旅行では、韓国料理店での体験をより一層豊かなものにしてください。少しの勇気と今日学んだフレーズが皆さんの韓国旅行をもっと素晴らしいものに変えてくれるはずです。
コリアンテナでは韓国語を本格的に始めたい方のために随時個人レッスンの受講生を募集しています。一人で勉強するのが不安な方、もっと効果的に学びたい方、ぜひ私たちと一緒に学びましょう。心よりお待ちしております。これからも皆さんの韓国語学習が楽しく充実したものになりますよう、面白いコンテンツを提供していきますので、今日の動画がちょっとでも役に立った方はぜひチャンネル登録といいねボタン、通知設定もしていただけると嬉しいです。여러분다음에또만나요감사합니다안녕히계세요안녕